はい、こんにちは。1月12日木曜日の日替わり竹部でございます。本日の午前中でございますけどもね、東京 MX テレビの東京マーケットワイドという番組に出演させていただきました。首都圏関東を中心として、そして、名古屋、三重県を中心として、西日本の一部の皆様方ですね、ご覧になっていただける番組の方に出演させていただいたんですが、ちょっとですね、裏舞台でバタバタとございまして、珍しい光景があったんですが、ちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。実は右側の写真、よーく見ていくとですね、これ何でしょうね、テレビのところで一般的にはピンマイクというんでしょうかね、胸に、ピンマイクをつけるんですけども、番組の本当に開始直前で数秒前っていう感じなんでしょうかね、マイクが使えなくなりまして、急に右手で、カラオケのごとく、まるで歌手のごとくですね、マイクを持ってお話しさせていただきました。なかなかですね、私もあの臨機応変に、対応できればいいんですけども、思わずちょっと何が何だかわけが分かんなくなってしまってというところで、その下の写真でございますけども、終わった瞬間にあの開放感でもって実はネクタイをわーっと外している写真でございます。で、実はこのテレビで何を申し上げたかったのかと言いますとですね、本日は実は欧州の重要イベントが非常に目白押しであるというところでございます。ガイトナー財務長官が来日してというところでもございますけども、おそらく、為替レートに関してはおおむね、現状の中で、突っ込んだ具体的な言及というのはできないだろうというふうにして考えております。もちろん重要な会合ではあると思いますが、それよりもですね、やはり欧州の、スペイン中期債の入札や、もしくはイタリア、こういったものの入札、こういったものからですね、もちろん、すぐに欧州問題が解決するとは思いませんが、ヘッドラインニュースやこういった重要指標、もしくは要人たちのコメントで、ユーロが上下振れする可能性が非常に高いよというふうにして申し上げたかったんですが、やはりですね、不慣れなものでバタバタというふうになってまいりました。日替わり竹部の方をご覧になっていただいている皆様方、ぜひですね、今夜、欧米時間での欧州に関連する材料、十分ご注意していただいて FX 取引にお取り組みしていただければと思います。以上、1月12日木曜日の日替わり竹部でございました。